はいそれでは始まりました愛媛 FC ラボ本日もよろしくお願いします青野さんよろしくお願いしますよろしくお願いします本日はですねえっと愛媛 FC のフロントスタッフであるマーケティング部の田村さんに来ていただきましたよろしくお願いします田村ですよろしくお願いしますはいいかがですか <laughs> <laughs> 初登場ですそうですね、はい、まあお二人とはいつもお話しさせていただいているので、まあ、こういう形でどんなお話になるか楽しみでいました、はい、さあいよいよ シーズンが始まりますけれども、チームは、あのさんいかかがですか今そうですね、まあ昨まあ、昨年までで積み上げたものと、選、ま、手、あ、昨年までいた選手が、えー、いる中で、新しい選手が、うん、まあ今までやってきたことを、まあ、早く理解するとか、えー、自分の良さを出すとかっていう。 まあ、いろんなものをスタッフからすれば見る時間でもあるしあとは選手間でいうとその辺を調整する時間なんじゃないかなと思ってます順調ですチームの今のまあ順調だとは思ってます、うんうん、いかかがですか今やっぱり誰が出るか本当に予想つかない楽しみがありますよね,すよね、はい、みんなすごく頑張っててすごい楽しいメンバーが本当に揃ってて。 僕らも僕らもってフロントスタッフは全く予想つかないですねすすごい楽しみで,すで新加入選手がどういうプレーをしてでそれによって今までの愛媛シがどう変わっていくかっていうのはやっぱり、ね、私たちはは気にはなりますよ、ねまあ競争させたいっていうのは意図としてもあるんで、まあ、まさに誰が出るか分からない状態になってるっていうのは。 いい状態かなとは思って。ますそうですよね。今だから本当に。誰が軸なのかという、そういうのもまだ全然決まってない状態ですもんね。例年と比べるといかがですか。まあ例年。うん、まあさらに若くしたっていうのも、うん。なるほど。あるし。まあ動けるとか、うんうん。なんかそういうのは。やっぱり。 特徴とととしてては出くくる若くするとある若すあかなと、うん、今シーズンチームがチームの選手の平均年齢が24.7歳とこれはかなり若いですよねどうなる他のクラブがどうなのかは理解してないからだ、ねはい、あれやけどまあ去年数字だけで言うと0.2歳去年から比べると若くかった田村さんから見てどうですか<あ>フレッシュな感じしませんか そうですねフレッシュなのもあるし、まあ、みんな、なんかもうこのシーンだったからか、あのー、すごく応援したくなる選手たちですよねだからシーズンの途中でどん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 成長して、まあ、チームも変わっていくそういう楽しみもあるメンバーなんじゃないかなって、うん、私はすすごく思ってます、えー、そんな、えー、愛媛 FC はです、ね、今シーズンの J2 で、えー、戦っていくわけですけれども、まあ、今シーズンのチームの目標ズバリ聞いてもいい,い,いですか あの新対戦発表とかね、はい、あ,とかあとはまあスタッフだったり選手のスタートミーティングでも話はしましたけどまあ優勝を目指すというところです。出てますよねうね、ん、なんかそこに至る、うん、これは僕個人の,あの変化、うん、あのっていうのは選手たちにも説明しましたけど、うん、当初 昇格を決め,た決めてすぐ次の設定をしたときには僕は10位以内っていう目標でまあクラブの規模とかえその2023年の J2 のこうどんな規模がどんなクラブの規模がどういうふうにしたらどの辺にいるかっていうのから逆算して目標を設定したんですけどまあなんかバタバタしてる。 時間がちょっと過ぎて自分もこう疲れてるところからこう正月ぐらいにちょっと休んでとか社長のやっぱりてっぺん取るぞっていう思いとかにこう聞いたり自分も一回こう休んだりしてエネルギーが溜まってくると、まあ、やっぱり去年のあの経験ってしたいよなっていうのはエネルギーはやっぱ出てきたし、まあ、そういう意味でいろいろあったけども。 やっっぱり優勝目目指そうぜっていうぜい標になってます、うん、で今出てきましたそのチームの規模でこれについて今回はちょっとお話したいなと思ってるんですけれども、えー、実際に愛媛 FC のまあ総売上げっていう部分で見た時に大体7億円から8億円ぐらいということと聞いてますけれども実際に J2 の平均がですね約17億円。 のまあ総売り上げになっていて J1 から J2 の上位クラスになると大体30億円ぐらいのまあ予算規模があるとチームとしてまあ実際にその中で見ると愛媛 FC はですねなかなか予算ではかなり厳しいポジションに今実際にあるとでまあ平均までいくのにも対しても約10億円の壁があると思います。これについて 今回はおお二人にお話したいいなと思います実際にこの10億円の壁どうしていきますかね平均にいったからとかそれ以上になったからどう、うん、絶対どうなるっていうことはないとは思うんですけど、はい、まあただ、えー、他のクラブもこう年々頑張ってってそういう平均値とか総予算っていうのはどん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 上がってってる中で我々もやっぱり。 いろんなあのファンサポーターの皆さんにいいものを届,、うん、届けるためにはやっぱり規模も大きくならないといけないかなとまあただいろんな工夫をその中でしていくっていうことは個人をとってもすごく能力が上がるというかあの面白いことだと思う,、うん、うは思ってます。たただまあでもも僕らもやりたいことが こんなことしたいこんなことしたいというのがあるんで、その時にはやっぱりお金って必要なんで、うん、でも増やさなあかんかなっていうふうには思いますね。その収入っていきなり増えるものではないじゃないですか。具体的にこうまあ言える範囲で、こうどういうふうにこうそのプロセスをたどっていくかっていうのは、安野さんのほうでは何かこうあったりするの？そうですね。我々フットボールの部門。 うん、うんではあのー、まあちょ,こちょこちょこというかメディアにも話はしますけど、まあ、我々はあのー、若,い若くて、えー、才能ある選手を発掘して、うんね、彼らを育てる、うん、そしてチームを強くするっていうのもあるしじゃあそこで、えー、育ってきた時にステップアップするチャンスがあるんであれば、えー、そういうのも 手助け、手助け、お互いが。そこで納得するんであれば、そういうこともして。まあ、よく言う移籍金の収入を得るっていう。まあ、そういうのは考えています。具体的に移籍金って、どういう形で。入るんですかね。うん、えっ、ー、とね、移籍金って言ってもこう、移籍金っていうふうに言ったときに。はいはい、多分その中にいろんなものが入ってるというか。うん、単純に多分移籍金っていうのは。 本当はあの医薬金みたいなもんで、うん、契約期間残ってるけど出てきますよって時に違約、はい、金としてお金をもらうっていうのが、うん、チームがチームからもらう,う、ね、クラブ間クラブ間,クラブ間でもらうん、移籍させるクラブからこっちがもらうというのがまあ大枠で、うん、他にはこう、まあ、ざっくり言うと、まあ、育てることに時間を要した時間かかった時間分を、うん 育てたクラブがもらえるっていう仕組みがあ,のありますねうまあ実際に強化に対しても,もう顕著に若い選手がたくさん入ってきてで他チームへ移籍したり、まあ、昨シーズンであれば、えー、雪友時選手が実際に海外にチャレンジしてますけれども実際にまあそういうまあプロセス、まあ、ビジョンに沿った形になってるんですかね。 そうですね、うんうん、例えば、J、去年だた J3J2 から J1 に行くっていうこともあるしやっぱ我々世界を見てるんでトキ、まあの場合で言うとポルトガルっていうところに行くっていうのはクラブとしても初めてのヨーロッパに選手を送るっていうのは初めてのことだったしクラブとしてのチャレンジでもあるしトキ本人としてのチャレンジでもあるしでお互いがそれでまた成長できればいいし。 っていうのは思います。そのあたりいかがですか、田村さん、こチームを。こう古くから。こう見られて、来られて。<laughs> もう古くからって言われたんですみません。いか,か,から、その売上規模の話していくと。はい、僕たちマーケティング部の管轄って、個人向けの商材になるので。チケット、グッズ、ファンクラブ、うん、シーズンシート、ダゾーンとか。行くと、まあ愛媛市の売上規模に占める割合って、必ずしも大きくなくて。 やっっぱりりスポンサー営業っていう柱が大きかったりするメインはやっぱスポンサーの売り上げっていうのがメインになりますかお金でいくとやっぱそうですよねただやっぱりじゃあ,あの僕らのやっぱ応援していただいているサポーターの数とかスタジアムの集客人数っていうのが増えていくことでクラブの価値っていうのがまあ目に見える数字として、えー、応援いただける企業さんとか業者の方にも伝わっていくと思っているので、えー、僕らがまあ単純にチケット売り上げを上げようっていうだけじゃなくてやっぱり意識としては愛媛 C の。 応援のの輪をを広げげるるクラブの価値を上げるそれがいろんな意味で波及効果となってクラブがまた次の事件に行ける、えー、働きができると思っているのでただまあ,あのおっしゃってた売上規模を伸ばしていくにあたってはまさに集客っていうのはいっぺんには伸びないんで積み上げになってくるんですけど愛媛市っていうのはまだまだその先を作っていけるポテンシャルは絶対持っているとは思っています。だいぶこう選手が若く どどんどんなっている部分に関しては何かこうマーケティングの部分で何かこう難しいですね選手が、まあ、年齢かっていうところでいくと、うん、すぐに直接的な効果っていうのは難しいと思うんですけどただやっぱ一人一人が持っている魅力っていうのは確実に、えー、結びつけていくことがあると思いますしやっぱり僕らマーケティングの考え方として、えー、デジタルマーケティングを中心に行っているんですけどもあのファンの方々が。 まあ、あのすごくシンプルな言葉でいくとファンの度合いがこう深くなっていくほどに選手とかクラブとかっていうことでの思いが強くなるっていうのはいろんな、えー、アンケート等でも分かってますので逆に言とまあイベントとか招待券もらったからっていうきっかけ作りをたくさんしていってその中で姫路シのスタジアムに来てくれた人たちを凌介佐ちが作ってくださっているコンテンツとか選手たちの魅力をうまく僕たちが橋渡しをして。 選手たちのことを好きになってもらえる、それがやっぱり日米のオレンジの輪がさに広がっていくってことには必ずつながってくると思ってます。大久さん、なんかこうまあモデルチームみたいなこう目指すこうチーム像とかってあったりしますか？まああのビジョンの発表会の時にも話はしたんですけど、あのドイツブンデスリーガーの SC フライブルクっていうのは、うん、あのパートナークラブというか提携もしてますし。 その当時のフライブルクと今の我々のうんがちょっと似てる部分が重なる部分が多い予算がそんなに多く集めれないクラブだったとかあのっていうその前提の中でえこう今は分す一部でっていう,もう優勝争いするようなクラブになってるんですけどなんかそういう。 地域的なものとかも含めて、まあ、フライブルクはその大きな収入スポンサー収入は見込めないから、うん、自分たちで選手を発掘してきて、うんえー、育てて売って、えー、売るっていう言い方する人なかあれかもしれないですけどお金を得てでハード面を整えて、えー、でまずその土台をしっかり作ってステップアップしていったと。 そ,れそこはもうあの何年も前にフライブルクに僕も訪れた時に話を聞いてまさにモデルにするべきクラブだなというふうにも感じましたし、うんうん、まあそれをやったあの方っていうのが16年間フライブルクで監督を続けたフィンケさんっていう方なんですけど、うん、まあ昨年あのなんですかメディアというか外には出してはないですけど。はいあの 愛媛をしに来て、えー、実際見てもらって、まあ、いろんな話をしたり、まあ、今も関係は続いてるんですけどね。うん、フィンさんてておっしゃられてましたチームのあ似てるねっていう話とか、うん、そのポテンシャルはまだまだあるよっていうとことか、うん、あったしその、まあ、フットボールの観点で言うと,、まあ、そ,のとその時言われたのはなんか似たような選手ばっかりいるなみたいな。うん あのいろんな個性があってもいいんじゃないかとか、うん、あ,のあったかなだから今年はあの外国人選手とかも取ってきたりとかそう,、ね、そういうこともチャレンジ、うん、その独自のルートをあの人アフリカその当時アフリカの方って、うん、あの発掘することってあんまなかったのを、うん、雰囲気さん自身があの出向いて、うん、選手取ってきて育ててっていうのをやったらしくて。 まあそういう意味ではそのって育成クラブです、うんえー、日本人だけじゃありませんと、うん、あの世界にも送りたいけど、うん、世界で、えー、世界の選手がうちに来て成長してまたこうステップアップするっていうのもやりたい一方、えー、マーケティングの観点からですね愛媛 UC を今の現状を見たいと思うんですけれども。 近年今我がチームはですね昨シーズンは観客動員数が平均3674名はい、はい、でマックス1 11万1128人はい予決戦ですね合ってますねはいで、えー、J2 の平均が昨シーズンですけれども6904名ですねまあちょっとまだ負けている状態ですけれども そのあたり田村さんこれからどうブラッシュアップし,していくと考えますかそうですね、まあ、タクラブとの比較したときにはまだまだ、うんまあ、これは僕はあの頭打ちじゃなくて発展途上でポテンシャルガードを捉えてるんですけども当然あの行かなきゃいけない一方で、まあ、あの僕たちの数字としてはコロナ前の数字に戻ってこれた。で去年でいくと雨が 5試合やって、ね、相当厳しいシーズン本当は厳しかったと思うんですけど今バリ戦たくさんの人たちの選手たちの頑張りとあって歴代2の数字まで記録できた、うん、あフロントスタッフ少し、うん、うんメンバーがあー入れ替わりもあったんですけど今持っているメンバーの力も、まあ、今までに比べても遜色ないぞというところは一つ証しとして作れたと思うんで、えー、今年 J2 リーグでタ、まあ、クラブとの比較じゃなく僕らの歴史の中で新しく 過去最高の数字を作るっていうところにはチャレンジしていきたいと思います。実際にこうまあ要は観客動員数というものを増やすためにはどういう取り組みをしていけばいいんですかね。まあ本当にどのチームにも当てはまる正解っていうのはやっぱりないんで選んだ道を生かしていくしかないと思うんですけど、うん、今姫市が取り組んでいるところでいくとまずマーケティング部っていうのが今までなかったですよね。あの僕らの。えー 例えばチケットいのは営業部の中の中個人営業営業業部ってスポンサー営業も当然一緒にあるんで集団はやっぱスポンサーに置かれるっていう中での立ち位置だったりとかあ今広報と同じグループになってるんですけども広報はまた別のグループにあって活動としてバラバラだったりとかったんですが2年前の夏にですね大輔さんもかなとかマリエさんの方に、えー、マーケティング部を作ってやっていくべきじゃないかということで、まあ、上申させていただいて。うん 責任を持ってこのグループ立ち上げさせていただいたんでそこはあの愛媛市としてやっぱ集客にかける覚悟というか、うん、ところをあの今の経営陣が認めてくださったというところでもあると思います、うん、ここがまず一歩目なんじゃないかなとな集客をまあ目指す専門のチームがきちっと立ち上がったとでその上で今取り組んでいるのがあのデジタルマーケティングといいますか数字をきっちり作って積み上げを図るというところでさまざまなあ お招待チケットをデジタル化したりですとか地質、うん、マまちたようの取り組みもデジタル化したりとか、まあ、あの分かりやすく言えばそういったところを図っていくことで、えー、どんな人がいつどういったきっかけで何のチケットを持って愛媛市に来てくれているのかっていうのをきちんとあの数字として、えー、残していける分析をして、えー、まあ積み上げができる振り返りができるっていう体制をあのチャレンジしているところです。うん、その要は数字として 観客動員数も見れるしどういう動機で来られるかっていうのも今から分析してデータ集まっていくっていう状態になっていくってことですかそうですねまあそこはあ,のある程度仮説を立てて検証していく形になると思うんですけども、うん、そういったところの数字の積み上げもありますし観客動員数ってユニーク人数というか来る人たち×来る回数 1>,、うん、1年間の回数イコール、まあ、年間の観客集客数っていうところに上がっていくと思うんで、うん、この来る人たちの、まあ、ユニーク人数というか、うん 幅を広げる取り組みと来た人たちが1回目来た人たちを2回目3回目来てもらう5回6回来た人たちが10回以上来てもらうっていう縦のこう伸ばしていくえリピートかける取り組みとっていうのはそれぞれどういった取り組みを誰がやっていくかっていうことを今整理してみんなフロント一体となって取り組んででいるえ途上ですねこのデジタルへの移行って外から見ると簡単そうに見えてなかなか中にあると大変だったり。 すすすると思ううんでででけどそそのたりがいかしやっぱりあの社内の中でもさまざまなものをデジタル化するにあたっては、うん、その先にあるお客様のことも考えて、まあ、それぞれの部署の意見とか、まあ、動かしていくにあたっての情報交換というか、まあ、ぶつかり合いもあったんですけどもやっぱり愛媛 C があのこれからさらなる高みに上っていこうと思ったらあ、まあ、みんながこう やればベターなことってたくさんあるんですけどその中で限られた人数でどれを取捨選択していくかっていうのはすごく大事なことだと思っててで決めたことはやっぱりみんなななでで前向きに取り組まけければいけないですその視点の中でいくと僕自身はあ例えばデジタル化することで、えー、ちょっと不便を被る方も正直出てきてしまうとは思うんですけども、うん、ただクラブが秘密が大きくなって豊かになって強くなってそうすることでまた大きなお返しを。 たくさんの方々にできるとというところこは僕ら自身も覚悟を持って必要なことがあったらきちんと説明をして理解を得ていくっていうところを改めてみんなで一体化して取り組まなければいけないかなと思っていますそういう意味で何をするか先ほどあのデスケさんが言った、まあ、今の僕らでいくと規模にも限りがあってフロントスタッフもすごく少ない人数で、うん、その中でやっぱ工夫だと思いますよね。うん、あの工夫をししっっかりてていって どの選択肢をどのチャレンジをすることでよりクラブが大きな一歩を踏み出せるかっていうところを常に頭も使って考えていかなければいけないんじゃないかなと思ってます田村さんから見てこの愛媛 FC の魅力ってどういうういところにありますかそうですかそでね僕自身はあの他のクラブで働いたことがないんですけども、うん、やっぱりあの選手たちがクラブスタッフと選手の距離が近いと言ってくれるところとかあと僕らからするとサポーターさんとか。 スポンサーさん行政の方々とすごくこう一緒に歩んでくださってる、えー、思いを皆さんが持ってくれてるっていうのは愛媛市のすごく魅力であり強みじゃないかなと僕してはやっぱクラブは人だと思ってるんでやっぱ愛媛市に携わる人たちが、まあ、クラブのためにみんなで何かやっていこうっていうことを思いを持ってくれてるっていうことが愛媛市の強みじゃないかなと思ってますだから僕たちはやっぱり自分たちだけじゃなくてみんなが関わる人たちが前向きに一緒に歩んでもらいたいって思ってもらえるような仕掛けをいっぱいしていきたいですね。 売り上げっていうふうに見た時に、まあ、グッズの売り上げっていうものも結構こう大事になるのかなと思いますけれども特にユニホーム、はい、今回の今年のユニフォームの、まあ、デザインの思いとあれはこう青野さんが大きいいやおまあ僕と田村君とお二人で、まあ僕らだけじゃないけど、まあ、一応中心になって、うん、ジョガオーラさんと話をして、うん、あの形にしていくっていうのが。 今のやり方にはなっているよね。そうですね。た、うん、だまあジョーカーボーラさんあのー、素晴らしくクセンスをお持ち出すので、うん、コンセプトというか元のところの思いっていうのを僕たで作ら伝えさせていただいてジョーカーボーラさんのやっぱ持っている力を最大限生かしてもらいたいなっていう方針で、ね、いいですよね。今シーズンのユニフォームはい今日ありましたけど、ね、こうみやこう目にパッって見えるし、うん、派手やかでやっぱりジョーカーボーラさんらしいあのそうですね雰囲気のやっぱりユニフォームに仕上がったんじゃないかなと思ってます。うん 実際にこう今ユニフォームをこう着てスタジアムに来るのと来ないのでは僕らはまあ普段映像を撮ってるんでもう全然違うんですよね。やっぱ写真もやっぱユニフォームの子どもたちとかユニフォームを着た方がスタグロ食べてるシーンとか撮りたくなっちゃうし絶対ユニフォームを着てきてほしいですよね。 ちょっと営業っぽくなっちゃうから <laughs> 宣伝っっぽくなっちゃうけどまあ,あとやっぱ選手たちも自分の背番号を着てくれてる人たちがっていうのは絶対見ているし近いになるとそれは間違いなく思います。<laughs> <laughs> やっぱ覚えますもんねこうああのファンの方また今日も来てくださってるっていうのをねユニホーム着てあ森脇推しなんだとかあ森脇推しから小川選手推しに変わったんだとか <laughs> こうまあシーズンでこう <laughs> あるじゃないですかこう。 それがねやっぱこう、まあ、僕らとの距離感っていうものがすごい近くなる道具になるのかなとは実際思いますけどね。確かにねあの僕も選手やってたからファンサポーターの皆さんって、まあ、ったら知らない人じゃないですか、はい、もちろんこうあの会う回数をが増えれば誰々さんとかいろいろあるかもしれないけど、うんね、取っかかりは分からないから。うん 単純に自分の番号のユニフォームを着てくれるって選手からしたら多分すごい嬉しいし,いしい、ね、なんかねえお前バーッと並んでて自分の番号があったらやっぱりそっちにいっちゃう <laughs> というかやっぱり印象としてはね、はい、あるんじゃないかなっていうじゃあ実際に昨シーズンの売り上げユニフォームの売り上げ枚数実際どれぐらい売れてるんですかね去年は1年間で 弱なるほどその数字がクラブと比べてどうかってなってまんですけど僕自身でいくと一昨年しは770ほどでしたなので1.6倍ぐらいに伸びましたで今年2024シーズン今先行予約という一般販売といえば先行予約で受け付けた期間なんですけどそれが700超えまして去年の同じ先行期間よりも1.3倍。 ままでで行きましたので、まあ、やっぱりそれはたくさんの方々買っていただいてありがとうございますというところもありますしやっぱり去年、えー、いろんな取り組みの中で姫シーをこう応援したい、うん、ユニオームって一つの、まあ、すごく高価なアイテムですしです、ね、やっぱり一つ姫シーを応援したいっていう思いがやっぱあ,のあってこその購買だと思っているのでそういった意味だとやっぱり姫シーの、まあ、お客さんの数先ほど3,700人弱でしたけど、うん、この中身の部分でいくと まあ過去最高熱く迎えるシーズンになっている証でもあるんじゃないかなと、うんうんうん、この伸びてる要因って何になりますかねまああのあの本当のところは買っていただいたお客様自身の思いだと思うんですけども、まあ、あの僕らのマーケティングの捉え方としてやっぱりユニフォームってある程度やっぱファンになっていただけるっていうところが証したとすればデジタルマーケティングによってリピートをかけていったと、うん、ああころでのまあファンの方々の こう愛媛市への応援度合いというか思いっていう部分を少しずつ深められている証でもあるのかなと、うん、もちろんやっぱ優勝して盛り上がって今年も応っしゃろうっていう思いもありますしある方も思いますしジョコボーラさんのユニフォームの素晴らしさもあると思うんですけどもまあ複合的な要因の中でクラブとして仕掛けているマーケティングの成果もその一端になっているんじゃないかなっていう自負はあります。ま、うん、まだまだだいいいいけそうですよ、ね、もう,そうですね、はい、やっっっぱり先ほど介さんおっしゃっていたたたみたいに スタジアムで着ている方々っていうのはすごく嬉しいですしスタジアムをオレンジに染めていこうっていうとこでいくと、はい、ユニホームってすごく大事なアイテムだと思うんで、はい、もっともっとあの僕ら自身が工夫して、うん、たくさんの方々にユニホームを届けられるようになりたいなと思います、うんはい、実際そのユニホーム昨シーズンのユニフォームはどう今まででいうと。愛媛市としししてては過去最高の数字でしたでたた、ねはい、たくさん来ていいだける、うん、アイテムですし、うん サクラブさんとの比較でいくと、もろ手な数字かもしれないんですけど、愛媛市としてね、まあ、確かな意味は進んでいっているんじゃないかなとは思っていますなるほど実際にまあ今までの、とあまあ、昨シーズンでいうと J3 から J2 になると、アウェーサポーターの人数もこれから増えていくことも見込めますよ、ね、そうですね、やっぱり数字として、コロナの前後ではあるとは思うんですけども、コロナ前の数字に昨年は戻そうというところで、実際に戻ってきた3 7七百0 0人。 その中で J2 時代はおっしゃる通りビジターのサポーターの方々がある程度の割合を占めていらっしゃった中で逆に言うと同じぐらいの数字ってことは僕らのお兄ちゃんにとって愛媛市のサポーターは増えているとコロナ前 J2 時代も増えていると思っていますので今年やっぱり J2 になって相手サポーターさんもたくさんいらっしゃると思うんで全体の数字を伸ばしながらやっぱりその中で負けないように愛媛市のやっぱニーズやスタジアム僕たちのホームなんでよりオレンジに染まっていくように。 サポーターの方々と一緒に盛り上げていきたいなと思ってます。阿部さフットボールの観点からはどういかがですか。観客数を増やすという。まあ僕らは楽しいあのフットボールをお見せするっていうことかなと思ってますし、まあ我々が掲げているまあフットボールのスタイルっていうのはあの、まあ、ゴール前で魅了するっていうでそこはどれだけ。 チチャンンスを作り出せるか、まあ、逆にピででもいいんですよ、うん、ただもう本当にお客さんってあのゴール前のワクワクしたりヒヤッとしたりするシーンが <coughs> あの楽しいと思うんですよだからあの石原監督もいつも言いますけどゴール保持が目的じゃないしそのど,れどれだけゴールに向き合って目指していけるかっていうところを突き詰めてやってるんで。 うんまあ、そういうのをお見せする、まあ、そして勝利をするっていうところが一番大事なんじゃないかなと思います昨シーズン同様ゴール前が魅力的な愛媛 FC のサッカーが今シーズンも見れるとやっぱ見に来られる方はみんな初めての方でも楽しかったってよく聞きますよね昨シーズンなんて本当聞きましたよね。特にそうですね昨年やっぱり たくさん勝利の瞬間を選手たちが届けてくれたのもあって、すごく楽しいとい感じていただける時間が多かったんじゃないかなと思います。はい、あと過去最高で思い出したんですけど、去年過去最高ユニフォーム以外にですね、あと2つありまして、1つがあのホームゲームでのグッズ売り上げですね。これ G2 時代も試合数が少ない、2試合少なかったんですけども、その中でも過去最高の実際 あたりりの売上げはもうダントツですかねなるほどだからやっぱたくさんの方々買って頂い,いてすごく嬉しかったですし、うんうん、僕らとしての取り組みもある程度、まあ、お客様の喜んでいただけるような商品企画と販売企画っていうのは、まあ、ノウハウを詰めてきているんじゃないかなと。この辺りっていうのは見えないですからねこうファンの方には。そうなんね,ねだからやっぱりトップチームが一番やっぱり注目されるし、はい、まあその結果が一番こうね,うねフォーカスされますけど。 己越えっていうスローガンでしたけど、うん、本当にいろんな部署で超えてるんですよ。本当に田村君がやってくれたところもそうだし、はい、他のところもそうだし、はい、だからでも田村君はね本当にね目標を立ててスタート時ちょっと難しいんじゃないっていうところも必ず超えてくるからねこれはね皆さんにもねお伝えしときたいなと、ね、プレッシャーをかけるっていうわけじゃないけど。<laughs> やっぱり、あの、一緒に近くにいて、すごいなって思うから。うん、あの。お伝えしておきます。<laughs> ありがとうございます、はいも。もう一個、もう一個いいですか、ね。はい、今治線の、お客さんの数は歴代2位だったんですけど、はい、チケット売り上げは。これも、あの、一社当たのチケット、A、として、は姫路最高の数字。を。売り上げました。それもやっぱり、集客人数だけ置くと。うん、どうしても招待券とかに、うん、あの、行ってしまい。うん、まあ、特に、人を集めたいっていう思いが強ければ。 どうしししててもも手を出してしまうところだったんですけれどもデジタルマーケティングの成果もあってこの時の今治戦に対してはある程度正体を絞って有力を図っていっても、まあ、これぐらいの人数が来て売り上げを目指せるだろうという方のもとで、えー、もう1個前の2年前の予決戦とは違うチケット施策をさせていただいたんですが私たちの頑張りもあって皆さんがチケットを購入してたくさん来ていただいたおかげであの過去のどの試合よりも圧倒的に多いチケット売り上げに結びついたので。 ここはこれからの姫シのチャレンジの上でのすごく貴重なあ礎を築けたんじゃないかなと思っています。数字で言うとですね、YouTube もですね、J3 <う> <laughs> で優勝と J リーグ全体で20位、うん、あそうはい、20位まで行きました。並みいる競合並みいる競合 <laughs> はい。今今年のチーム数で行くとギリ J1 に J1 には行ける。けるなるほど、はい。うん なので、このラボも。うん、前、こう、頑張らないと <laughs>、はい。いいコンテンツとして。<あ>はいそ。そうやね。終着で言ったら、絶対、あのー、コンテンツですよね。あの、たくさんの、まあ、選手たちの魅力。もそうですし、秘密、はい、の魅力っていうのも。堀けさん、堀内さんたちが届けてくださったのが。すごく。大きいんじゃないかと。あわしの。小林英吾先生も。すごく。 YouTube 毎回チェックしてあれを求めてたんだと、すごくそれはもう、いや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 いよいよ J2 開幕しますけれども、さん、楽しみですね、楽しみでまあ、ここ数年はあんまりいい開幕を迎えられてないんで、勝利をね、届けれるように。本当、難しいですからね、サッカーなんで。 やっぱチーム一段となって J2 を楽しみたいですねそうですね、はい、みんなでまた笑顔で喜びをやる瞬間をたくさん味わいたいと思いますでは本日のえ、えー、愛媛 FC ラボ以上になります <laughs> さあ、えー、J2 楽しみです沢野さんスタメンも今ここではまだ言えないですけどね、はい、気になりますはい予想してみよう 僕の、ね、妻が、ね、ベンファンなんで、ね、ユニフォーム買うって言ってました。<laughs> <laughs>